こんにちは、こんばんは。 EA トレーダーをしながらセミリタイヤしています、うたと申します。本日は8月3日分の利益を発表していきます。その前に、私のプロフィールですが、ニューヨークとロンドンに在住の際に培った金融や IT 業界の経験と知識を生かし、趣味で様々な運用やツールの開発に携わってきました。代理店が IB を取るための負け確定の EA などが世の中に広まっている現在、本物がないのであれば作ってしまえという気合で、海外で出会った仲間たちと AI を取り入れたユロドルオンリーの EA を作っちゃいました。結果、40ヶ月ほどノンストップで破綻することなく運用成功できたのをきっかけに、日々を豊かにできる手段として少しでも魅力が伝わればなと YouTube を始めました。それでは、話が長くなってしまいそうなので、この辺で昨日8月3日の結果を発表していきます。私が運用している元本は2万ドルです。日本円にすると284万円。結果は98ドル ×142円換算なので13,916円が利益でした。日利で言うと 0.49% という結果となりました。ちなみに8月の収益表はこんな感じ。ここで一度おさらいとして ZE1.5 についての商品説明をしておきたいと思います。 ZE1.5 クラシックのコンセプトは、今月も来月も利益が得られること、そして安心して放置できることです。富裕層を含め多くの投資家が EA に望むこととは、今月は赤字だったが数年後にトータルで黒字ではなく、今月も来月も勝ち続けることです。しかし、勝率にこだわると全損、すなわち資金が全て飛んでしまうリスクが高まります。全損を許さず、短期間でも長期間でも継続的に高いパフォーマンスを生み出す、矛盾すると言っていいこの問題をどうやってクリアすればよいか、この課題を克服するために我々は研究と開発に5年の歳月をかけました。その結果生まれた究極の EA こそが ZE1.5 クラシックなのです。 ZE1.5 クラシック開発にあたり、チームがもう一つこだわったことは、安心して放置できることです。本来、自動売買システムとは、投資家がチャート画面に貼り付いてトレードできないから利用するものではないでしょうか。ところが、世に出回っている多くの EA は、間もなく指標発表だから、五等日だから、 FRB が利上げをなどなど、様々な経済イベントのたびに稼働可否の判断を投資家へ強いているのが現状です。投資家が EA に求めている本来の機能を果たしているとは言えません。EA を利用する投資家が稼働可否に悩むことなく EA に安心して資金を託せること、どんな相場状況でも資金が溶ける心配がほとんどない高耐久な EA を作ることをもう一つのミッションとして掲げ、その検証には3年以上の年数をかけました。しかもその期間は世界的なコロナ蔓延により不透明感が増した20年以降の相場環境においてです。この激動の相場環境の中、 ZE1.5 クラシックは一度も停止することなく、最大ドローダウン 26% で難なく乗り切り、着実に利益を積み重ねていきました。論より証拠、第三者による厳しい検証を受けたバックテストの結果はこちらです。 ZE1.5 クラシックの4つの強み。1、人工知能搭載により荒れ相場や急変相場にも強い。 ZE1.5 クラシックはなぜ乱高下する荒れ相場でも資金が溶けることなくノンストップで稼働できたのか。トレードロジックについては投資家保護の観点から公開できませんが、大きな原動力を一つお教えしますと、人工知能 AI 掲載が挙げられます。 AI はリアルタイムで相場状況を分析し、それに応じてロット数や難品追撃の可否、さらにはその幅までも的確に判断してトレードの指令を出します。
この AI による変幻自在なトレードが荒れ相場を乗り越える大きな原動力となっているのです。 2. 相場に応じた柔軟な難品トレードにより利益を最大化。難品を行う EA が破綻する最大の理由は、相場環境を無視しトレードルールだけで機械的に難品を重ねてしまうことにあります。これでは安心して EA にトレードの判断などは委ねられません。 ZE1.5 クラシックは難品による追撃トレードを行うことを基本ルールとしていますが、相場状況次第で難品を行わず早期撤退による損切り判断を行う場合もあります。 AI によるこうした的確な判断が負けても浅い傷で済み、後期には追撃して利幅を稼げる大きな強みとなっているのです。3. 人間による運用判断が不要なため成績が安定しやすい。 ZE1.5 クラシックは EA 運用者による稼働の判断の可否を求めません。一つ目の理由はすでにお伝えした通り、 AI による相場分析と柔軟なトレード判断により荒れ相場でも難なく乗り切るため、運用者側の判断を求めないことがもう一つの理由です。それは ZE1.5 クラシックの投資に参加される投資家の口座とマスター口座で運用されている ZE1.5 クラシックの口座を紐付けることで、マスター口座の運用結果がそのまま口座に反映される仕組みになっているためです。ミラートレードのような方式といえますが、この方式により投資家の方々は完全放置で運用を任せることができます。 4. 毎月の価値と長期的な資産運用の両方が狙える。 ZE1.5 クラシックの収益上の魅力といえるのが、毎月の価値と長期的な資産形成の両方を狙えることです。長期運用できる有料 EA は年間トータルでは勝てるものの、月ペースでは負ける場合が生じるのは当然と言っても過言ではありません。短期的な価値にこだわれば勝率が上がる代わりに運用リスクも高まるからです。ところが ZE1.5 クラシックは長年にわたる検証と AI の実力により、長期的に資産を増やす、月ペースでも勝つの2頭を追いかけることが可能となっているのです。期待利得は驚異の15超え。 ZE1.5 のトレード概要とスペック。通貨ペア、ユロドルオンリー、時間速 M1、 ロット 0.04 から 2.00、 AI により発注幅可変、難品あり、ただし AI の判断により難品を行わない場合もあり、プロフィットファクター 2.34、 両立てあり、ロジック非公開、期待利得 15.18、 平均月利単利で 10%、 最大ドローダウン 26.51% となっております。すごいですよね。参加条件は1口座あたり最低3000ドルから、レバレッジ制限があるため最高2万ドルの入金で複数口座作成可能です。基本的に単利運用で、月末に出た利益の成果報酬 50% をこちらで計算し、月初にお支払いいただく条件のみ、誰にでも無料で提供しています。完全成果報酬型なので、使用してくれた方に利益が全く出なかったり損をしてしまった場合はこちらの利益もゼロです。それほど自信のある EA だということが分かっていただけたら嬉しいです。ビッグニュース、7月22日から8月22日までの1ヶ月間の間に ZE1.5 を使用する方で、証券会社に3000ドルから2万ドルの入金で、入金額の 10% を運用口座にキャッシュバックプレゼントするキャンペーンをします。なんとなんと私の自腹です。1ヶ月間だけの期間限定なので、ぜひこの機会に ZE1.5 を使ってみてくださいね。10% って結構大きいですよ。ちなみにこれ、勝てる自信があるからこそ、きちんと運用を続けていただければ返金しなくて OK、 リアルプレゼントです。300万円ほどの貯蓄をしていても何も増えませんが、私はお金に働いてもらって毎日収益を得ています。
これって普通に考えたらすごいことですよね。だって銀行に預けておいたら 0. 何円単位でしか増えないですもんね。少しでも FX の楽しさをシェアできたら嬉しいので、気になる方は公式 LINE か DM にメッセージしてください。ジェイスシティの歌でした。また明日ね。ゼウスシティの歌でした。またね。早い。こんなんでいいのかな。もっとあなたにちゃんとします。